じゃあ行きますね。はい、暑いけど気持ちいいぞ。今日は曇りの予定がめちゃくちゃいい天気じゃん。はい。おお、なんかいい感じだね。ちょっと秘密基地に入りますから。おお、なんだこりゃ。いや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 、最高じゃん。アゴプロの秘密基地です。アゴプロの秘密基地。すげえ。うわー、結構奥があるよ。あー、すげえすげえ。水も綺麗だよ、これ見て。なんか外国来たみたい。こっち出口があるし。いいね。はい。すげえ。座って釣りをするという贅沢さ。あ、ありがとうございます。船下で16m。はい、行こうか。今もう 8.6m。 8.6m、はい、うん、比較的浅い。僕はとりあえずナットジグにね、テールマッカズミをトレーラーでつけて、うん、ダブルセッティングでやってみます。反応がいいようだったらワームどけてナットだけでどこまでいけるか。こんなセッティングでいいな。タックルはもう何でもロッドのグリスさんとコンベ72。水深5メーターぐらいなんだけど、はい、入江プロも僕もリグは45グラム。はい。やっぱりリアクションでストンと落として。そうなのよ、昼間は特にね、はい、ストンと落ちるスピードがないと、ゆっくりやると昼は見切られるからね、はい、逆に。寝がかるんですけど、もう寝がかりを躊躇してたら、うん、魚は食わないんで。寝魚釣りはもうそれ覚悟しないとね。寝がかってなんぼです。ベイトはずっと映ってます。ベイトは何でしょう。ベイトは多分カタクチか。うん。それか、そうですね、カタクチっぽいですね。うん。小さい片口。今ここで9メーターですね。あ、来い。あ、来て。目がかり済んでる。よし、来た。あー、強いの、こいつ。これは、これ思ったより強いぞ。来い。タグで目がかり済んでる。よっしゃ、食った。おっと、とっとっと、うん、バッチリです。おお、いいじゃん、いいじゃん、ね、よいしょ。でかいじゃないか。でか、こんなシャボにこんなでかいやつだと、はい、でかいのいるんすよ。でかー。思わぬでかさ。うれー。いきなり1匹目からいいのでしょ。この水深にしちゃ、これでかいよ、これ。よかった。お、これなんと、なんとびっくり。トレーラーに真っ赤に入れて、こりゃ素晴らしい。よいしょ。あ、びっくりした。よかった。長崎ならでは、浅いところで40アップね。え、うん、40アップ。やった。一発落としたら一発でした。さすがいいレイプロが、あそこに目があるからつって入れたら一発。赤旗かな。赤旗ですね。赤旗ですね。はい、ナイスサイン。
わー、綺麗な赤旗。綺麗な赤旗。よっしゃ。さっきのと、はい、色が違う。あ、こいつもでかいわ。はい。いいサイズだ。いや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 。そうだね。はい、そう。そうだね。赤旗持ち。赤旗持ちだ。ここ持つんだよ、みんな。見た？ちょうど指が入るの、こう爪が。あと魚も痛みにくいし、ね、はい、手も痛まないし。歯が鋭いですからね。ありがとう。よかったよかった。